皆さん、こんにちは。いやー、本日はですね、43号というところで、いやー、素晴らしい当たりでしたけどもね。で今日はちょっと所要で、えー、車をね、7時間ぐらい運転して、えー、今、疲れてる状態ですけどもね。で、まあ、試合はね、まあ、当然、車だったんで見れなくて、まあ、あの途中途中でね、えー、ハイライト的なのを見て、ああ、今日打ったんだっていう感じでね、 見てたんですけど、いや、すごい当たりでしたね。で、まあ、でも、ペレスがね、今日2本打ったのかな、で40本ぐらいまで来てるので、まあ、今日大谷さんが打ったということで、まだ3本差あるんですけどね、まあ、ちょっとね、大谷さんも1日2本とか打ってね、差をまあ、キープしていきたいところですけども、まあ、でも、今日う、まあ、1打席目、2打席目、 まあ本体という感じでしたけども、えーね、3、4打席で、まあ、ホームランヒットというところで、ねえー、4打数2安打ですか良、えー、かったんじゃないかなというところとまあやっぱりなんかコースなりに打ち始めているなという感覚は見ててねありますしでまあホームランなんかもね、えー その前の打席まではもう全部外角にねきっちりと決められてたんですけどもまあねやっぱキャッチャーの構えは外角低めねえ同じとこに構えてたんですけどもまあ真ん中に来たのも,もう完璧に捉えたという感じでまあど真ん中じゃんっていうね感じに思うかもしれないんですけどもやっぱりど真ん中来ると思って待ってるわけはないのでまあおのずとね外はね 外だろうなという感覚では待ってるわけで、外かね、まあ、インコース。っていうところで、まあ、ど真ん中いきなり来ると、が来たっていう感じで打ち損じるんですけども、やっぱ完璧にね、捉えてるんで、まあ、やっぱその辺はね、素晴らしいよねっていうことで、まあ、調子ね、このところ、まあ、ノーヒットの日とかありますけども、調子が悪かったらね、あのど真ん中、いくらど真ん中って言っても、ちゃんとあんな捉えられないので、 まあやっぱ調子はそんんななに悪くない気がするんでするでよねただまあヒットは出てないまあ昨日とかまあその前とかシフトに阻まれてるっていうのもあるのでだまあヒットという概念で言うとね出てないんですけどもうそんなに悪くない気がするんですよねでまあ今日のシングルヒットなんかもねあのスリーボールワンストライクからの球の方が簡単だったんですけどもねでスツになってから 打った球の方が厳しいんですけどあそこのインのねボール気味をさばけてるんでねそんなにやっぱ調子悪くないと思いますねだからまあ一時期はやっぱ悪かったんだろうけども、まあ、このところで上がってきてるような感じはしてるのでねそんなに心配することはないと思ってるんですけども、まあ、いかんせんねホームランのそのペース的には上がってきてないというところでねまあ調子悪いんじゃないかってそれだけで言われちゃうんですけど まあそんなに悪くない気がしてねまあ大丈夫じゃないかなとこのまままた打ち始めるんじゃないかなっていうね感覚はね個人的には思ってるんですけどもねまあどうなんでしょうか、まあ、このままね煮えー、切ってほしいのでねまあ50発いけば大丈夫でしょうと思うのでまああと7本かうんいければね大丈夫じゃないかなと思うんですけどもね まああとは30盗塁できるかどうかと。でまあ、10勝ですよね。でまあ、忘れちゃいけないけど、昨日117球放ってる人がね、あんな、完璧に捉えてるんだから、やっぱりすごいですよね。だってもう、右肩痛いじゃないですか、肘とかね、張ってるし、117球投げてるわけだからね、100マイル連発して、それであんだけ飛ばしちゃうっていうかね、まあ、試合に出てるだけでもおかしいんですけども。 なんかやっぱりもうその辺のすごいなっていう感覚もねなくなってきちゃってるね感じで当たり前に見てるんでねで、まあ、一時期は登板翌日は打てないなんか言われてたんですけど当番翌日結構ホームラン打ってるんですよね意外とだからまあやっぱすごいねっていう,もう何なんでしょうねすごいとかじゃないんですけど、ね、もうそれ以上なんですけども、まあ、やっぱすごいなという感覚ですかねうん でまあ今日はヤンキースは、ね、負けちゃったんで、いやまた、ね、1点差で負けたというところでね、あれですけどもね、まあ、しょうがないですけども、まあ、そのへんも頑張ってもらいたいのと、まあ、大谷さんはね、このまままた何本か連続でねあの、何試合か連続でホームラン出ればいいなと思いますしね、まあ、何回も言うんですけども、調子は多分そんなに悪くないと思いますので。 まあ大丈夫かなというところですね。ということで、ちょっと今日はね、えー、所要で出ているので、音声だけというところでね、まあ、いつもより短いですけども、これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。